れた。久しぶりにがっつり踊ってきました。踊ったらめっちゃお腹空いて、もうなんかそんなに食べる予定なかったんだけど、あの乳麺とヨーグルトとあと卵かけご飯食べちゃって、もうやだな、食べちゃった、もういいや。残宅さん、ガントチャートさん、お疲れありがとうございます。お疲れ様です。カタカナのタカさん、ジャーボテンさん、ザンタクさん、ガントチャートさん、おみかんさん、天中のひろさん、ギフトありがとう、ソリオさん、ヒラリンハットさん、カシマスさん、ありがとう。そうですね、まあエネルギーを取ることは大切ということで、イエスイエスイエス。ダースーさん、ギフトありがとうございます。はっ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 は。明日は朝からお仕事があります。で、その後明日は違うね、明日は行けなさそうなので、明後日か明後日病院行こうかなって考えてます。ワイもマックドカ食いして公開中。わかるよ、あのさ、なんか食べる前ってさ、いっかみたいな、もうなんかこれしたしあれしたし別に食べてもいっかってさなるよね。でもさ、食べた後にさ、あれ私本当にこんなに食べたんだと思って、嘘でしょ、なんでこんなことしたのみたいな。本当にね、後悔するよね。わかるよ、気持ち、わかるわかる。そう、お腹空いてたらね、勢いがついちゃうの。しかもなんか一つ食べたらまた次次次次次ってなっちゃうから、もうね、もうダメよ、食べちゃダメよってさ、あの止めてくれる人がさいてほしいよね。はい、ストップ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 、はい、ストップ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 、はいはいはいっていれば一人暮らしだとそうはいかないのでうん、また明日から頑張ればいいやってなるよね。リセットされるんだよね。でもやっぱりなんだかんだ言ってお米は食べないとなって思います。なんか結局一日の中でお米を食べないかったら、やっぱなんか夜腹持ち悪くて、なんかね、そう、なんか本当にいいですね持たない、夜遅くまで。
した、ありがとうございます。ミラーボールが回ってる、ありがとうございます。ゆさなこさんありがとう。結婚してが1、2、3、4連発、4回求婚された。白袋さんかわいい、ありがとうございます。ゆうきさん、ソリオさん、あおちさんギフトありがとう。ズミさん、深みどりさん、きよさんギフトありがとうございます。今回結婚炭水化物をね抜きたいんですよ。でも炭水化物って美味しいじゃないですか、だから困ってます。みかんちゃんかわいい、ありがとうございます。くじまささんハートありがとうございます。こんばんこじー、まだ始まったばっかりだから大丈夫だよ。みんなも疲れた？どうですか？お疲れ様。こんばんは。暑くて疲れた？暑かった？今日、まあ、確かに天気良かったか。ポッポさんお疲れありがとう。あー、私としたことが待って、シャンプーとトリートメントが切れてることを思い出した。最悪、また買いに行かなきゃいけない。ストックがないんだよね、もう。あー、もう閉まってる、急遽買いに行かないと。めんどくさいよー、嫌だ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 。買いに行かないと。もう閉まってるよねー、できてくれますか。でも無理だ、もう出たくない、外に。どっかにアメニティないかな、アメニティないかな。このマンションにアメニティはありますか。ありません。ね、薬局は閉まってるよね完全に。だってもうこんな時間だもんね。ああ、ドンキホーテ、いやだ、ドンキホーテもう遠いよ、行きたくない。ドン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 キドンキホーテボリューム満点、激安ジャングルに行かないといけないの？激安ジャングルに今から、ボリューム満点、激安ジャングル、ジャングルだ。待って待って、激安ジャングルに行かないといけない。ジャングルだ、無理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 。
かない行かない。行かないよ、ドン・キホーテには行かないよ。コンビニに行くか。おほほ、眠たい。このコアラいつも一緒にいますよ、うん、あ、危ない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 、飛んでしまった、危ない、ごめんよコアラ。なんでも揃って元気な便利なお店、ドン・キホーテ。あ、そういえば昨日の話の続きはさせていただいてもよろしいでしょうか。あのですね、私はですね、先日初めて、ロールキャベツを、はい、食べまして、はい、その時のその感想をまだ言えてなかったので、その感想の続きからちょっとおしゃべりしたいと思うんですけれども、はい、初めて食べたロールキャベツの味、美味しかったですあのですね、口コミでそのロールキャベツが有名なお店に行ったんですけど、あの口コミでですね、賛否両論分かれていたんですよ。あんまり美味しくないとか、なんか別にそこまでなんか並ぶほどの美味しさじゃないとか、逆にもうなんかあれを食べる人の気持ちがわからないとか、なんか、はい、いろいろあったんですけど、そのアンチの声もね。でもその一方で本当に美味しいからぜひ食べてほしいとか、あの番組とかでも取り上げられてるようなお店だったので、これはちょっと確かめに行かないとと思って行ったんですけれども、美味しかったです。なのであの口コミはですね、完全にもう個人の意見です。私は本当に美味しかった、美味しかったし、その周りのねお店の人もね、なんかんみたいな顔もしてなくて、もうみんなん美味しいっていう顔をしてた、してました。なのでロールキャベツは美味しいものだっていう認識もしましたし、でそのやっぱね、口コミはね、あの数があればあるほど、多いほど、数が多ければ多いほど
反対意見もおのずとね増えますので、だからそういった声に惑わされずに皆さんもお店選びはね、あのまあまあまあ頑張ってくださいでもね、ほんとね、初めてロールキャベツを食べたところがあそこのお店で良かったなって思いました。はいそう、自分で確かめることが大切です。なのでそういったネットの声に惑わされない、もう左右されずに自分で確かめに行くとか、その私もね初めてロールキャベツを食べたけど、ロールキャベツってこういうものなんだっていうのは本当に自分でしかわからないので、なのでちゃんとね審議とか、そのやっぱ想像だけに任せてたらダメなので、実際やっぱり確かめに行くってことが大事なんだなと思いました。はい、そんな勉強になった初めてのロールキャベツでした。美味しかったです。はい、お話し会もね、まあ大体同じ話ですよ。うん、そう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 、同じ話になってきますよね。オンラインお話し会も、百聞は一見にしかずということで、実際私と話してみたら愛護寺の良さが分かるかもしれませんね。あら、なんだかこのタイミングでなんだか情報が入ってきました。え、なになに、お話し会の受付が明日の13時まで。あ、お、ほなるほどこのタイミングでいいことをお聞きしました。なんとお話し会13時までみたいなので、ぜひよろしくお願いします。3枚あればってことだったので5枚取りました。え、ありがとうございます、嬉しい。まあ今の嬉しい気持ちこんな感じです。ありがとうございます。でですね、この G7 の期間にですね、私は逃亡生活をしていたって言ったじゃないですか。で、まあ、昨日まで逃亡してたんですけど、で昨日行った場所が、あそこですね神奈川だよね。神奈川の赤レンガ倉庫に行ってきました。お土産を見ますか。そう、5日間の逃亡生活を経て私はいろんな場所に行ってきたんですけど、私が買ったお土産をご覧くださいませ。横浜のね赤レンガ倉庫に行ってきてポストカードを買いました。
嬉しい。これは壁に何か飾りたいと思います。で、あとこれは何だと思いますか？マッチ、正解です。これはなんか昔本当にその赤レンガ倉庫の倉庫で配布されてたか売られてたか、なんかそんなマッチですね。そのデザインが再現されてるマッチなんですけど、このデザインが可愛すぎてちゃいました。レトロ、そうそうそう、復刻されたやつらしい。もともとこういうマッチが、こういうね、あのレトロのね絵柄のマッチがあったらしいんですけど、で使ったりしないんですよ。使ったりしないけど可愛すぎて買いました。これはもう完全に記念として買いました。なんかさ、港町だからさ、横浜も、私の地元兵庫県もだからね、ちょっとね似てました、横浜と神戸。でも神戸の方がなんか規模が小さいというか、個人なんかコンパクトで、横浜はやっぱり人も多いし人口も多いし、あとなんかいろいろ規模が結構大きいなって思いました。なんか似てるなって感じるのは結構建物の感じと、あと中華街とかがあるじゃないですか。中華街もあるし、あとね、なんかね、そのマリン風のデザインとかもちょっと似てるんですよね、神戸と。ちょっとなんか港町って、まあ、雰囲気にいるんだろうなって思って、思いました。で、まあ、でもやっぱ横浜の方が発展はしてるなって思う。だからちょっとね、あの神戸も負けて負けてられないなとちょっと悔しい気持ちにもなりましたねあのエアーキャビンってやつ乗ったんですよ。エアーキャビン知ってますか？エアーキャビン、そう、チケットあるかな。これこれこれ、エアキャビン、これに乗りました。その着てきたんですよ。ちょっとちょっとくしゃくしゃ、ロープウェイ、そう、これに乗って、あ、これはちょっと取り入れなければって思いましたね、神戸にあ、こんな乗り物が横浜にはあるのかって思って
神戸もちょっとお願いしたいですね。これはですね1000円です。1000円。でも本当に乗ってよかった。短い距離でもあこういうものがあるんだっていう経験がねできてねよかったですね。神戸にもありますよロープウェイは。でもエアキャビンあれは良い。あれはあの2020年のグッドデザイン賞を受賞してるんですよ。もう確かに受賞する理由がわかる。本当にね中に入ってあのね乗り心地もいいし見た目のデザインもかっこいいし、そうだからもう全国のロープウェイはあれにするべきですサイズハートさんポーションありがとうございます。ウミガメさん、ツノさん、クジマサさんギフトありがとうございます。ダースーさん、デサイズハートさん、ハンマヤさん、ウミガメさんギフトありがとう。というわけで、昨日はですね、まあ、この赤レンガ倉庫でご飯を食べて、でこういう記念のものに乗ったり、まあ、ちょっとしたお土産を買ったり、はい、して帰ってきました楽しかったですね。これは楽しかった。本当に行けてよかった。だからみんなもパシフィコ横浜そうそうそうとかでイベントがあった時はぜひ行ってください。というわけで私の逃亡生活のお話は以上になります。崎陽軒のねシュウマイはね食べたことがあるんですよ前。だから今回は何だったっけ、なんとかなんとかかんとかのソフトクリームを食べました。でもそれは赤レンガ倉庫の中にあるお店なのでぜひ行ってください。でもね今日からもうね私はねレッスンでガンガン踊ってきたのでお仕事はしましたよ。すでにミルクマルシェ、あーそう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 ミルクマルシェっていうところに行きました。美味しかった。リフレッシュできたよ。なんか
ね、昨日が赤レンガ倉庫で、一昨日が、あ、そうだ、ロールキャベツ食べたのと、あとそう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 、美味しいぜんざい屋さん、美味しいぜんざいを食べたっていう。なんかそのこのぜんざいは終わった後に抹茶を入れるんですよ。終わった後っていうか途中飽きたらなんかお茶漬けみたいな感じで抹茶を入れて、でなんか小豆茶漬けみたいなぜんざい味変できるんですよ。それがめっちゃ美味しくて、そうちょっと珍しいなと思って、二度美味しい感じ。そうなんですよ、甘味どころ手ところですね俗に言う。はい、ぜんざいも食べました。え、みちさん鎌倉いたんですか近いとこにいたんですね。そうなんだ。私もね、赤レンガ倉庫は一回行ってみたいなって思ったんですよ。で、横浜のあの中華街にはいたことがあるんですけど、このこっちの方まで行けなかったので、はい、来ました。いいですね、横浜。いや、神奈川すごいいいところだなって思いました。ちょっと神奈川大好きですね。鎌倉はあります。鎌倉の旅はしたことあります。鎌倉の大仏クレープを食べました。鎌倉は行ったことあるんだけど、その先の江ノ島は行ったことなくて、江ノ島にも行きたいなって思います。でもこれから夏だから絶対暑いから、ちょっと秋ぐらいがいいなと思って、うん、考えてます。ちょっと夏に海行くのは暑いからちょっといいやと思ってえ、箱根は神奈川県なんですか？そうなんだ。いや、神奈川大好きですねもうちょっと埼玉もね大好きなんですけどね、まあ埼玉、うん、そうですね、埼玉のことも大好きですよ。はい、でも神奈川大好きですね埼玉はね、あのね、埼玉はね、あのダサい玉って私がね、まあちょっと散々ちょっとねいじってるんで、いや、一番はやっぱり埼玉ですよ。埼玉好きですよ。はい、何があるか知らないけど埼玉何があるか知らないけどさ、神奈川は本当にいいところだなって思いました。
一番大好きなとこって言ったらやっぱ埼玉しかないじゃないですか。当たり前じゃないですか。はい、あの楽しかったよ、もちろん鎌倉も世のみなとみらいとかもすごい楽しかったし、横浜あの中華街もね、横浜中華街もね本当にいいところだったし、前行った時うん本当に楽しかったけど、神奈川県大好きだなって思ったんだけど、あのね埼玉のことはね一番愛してる、ごめんけど言っとくけど、あの埼玉のことね好きですよ多分多分どんなところが好きか言ってみて。なんだろう、わかんないわかんないけど、なんか名前がかわいい、名前がかわいいじゃん、なんか埼玉県って名前は名前はかわいいやん、なんかたまちゃんみたいな。でもさ何がある、本当に所沢タウンはすごい素敵な場所でした。うん、あ、落花生、落花生がなんか有名じゃなかったっけピーナッツ、アーニャが好きじゃん、アーニャが。ちょっと待って、落花生落花生千葉だ、落花生千葉だあ、ごめん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 、間違えた、ごめんなさい、落花生は千葉ですねあ、チーバくんだ、チーバくん、そうだそうだ、ごめん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 すまん、すまん。埼玉落花生って感じじゃん、なんか埼玉は落花生美味しいよみたいなね、大好き、本当に大好き埼玉、本当に大好き、多分多分、うん、まあ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 、いろいろねちょっとね喧嘩売るようなことを言ってるんですけど、
まあ埼玉県でお仕事させていただいたこともありますので、あまりね失礼なことを言っちゃうと埼玉県民からふざけるなってちょっと怒られると思いますので、この辺にしておきたいと思います。で本当にあの落花生は落花生だと思ってた、埼玉ごめんなさい。申し訳ございませんでした。でもさ、私さ、ここまでさ埼玉県出身じゃないのにここまで埼玉についてさ触れてあげるのってさ、もう優しくない？だから多分これも伝わってんでしょ今。私全然住んだことも何にもないんですよ。なのにここまでもう埼玉県民、埼玉県民じゃない埼玉県にあの触れてあげてるんですよ。優しい、優しいよね。もうちゃんと取り上げて取り上げて、あの埼玉県のことをねこう話題にしてるっていうこの事実がねやっぱいいことじゃないですか。違う、あの上からじゃないよ、触れてあげてる。触れてあげるってるっていうちょっと言い方良くなかったかもしれないけど、すいません。本当にいいところだと思います。でも私はですね、でもやっぱりなんかまあちょっと心惹かれるのは神奈川県かなと思います。神奈川県がちょっと気に入ったかもしれないかな。行ってみたいところ今ですか？北海道に行きたい。北海道の草原に行きたい。草原に行ってわーって走り回りたい。わーわー、走り回って、あとはでんぐり返ししたい。であと馬にも乗りたい。
そのうちじゃなくて今すぐがいいの大人これ踊ってみたいです。はみ出していく、はみ出していく。例えば私ね、あれ覚えたよ、 AKB さんの、 AKB さんのどうしても君が好きだ、踏切の向こうの君に向かってずっと言いたかったこの思いを通り過ぎる電車に書き消されたって書き消され僕はあなた信じている。インあれなんか足りなかった、トン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 トにん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 たたたててててて、かな、たぶん。踏切の向こうの君に向かってずっと言いたかった、通り電車に書き消さ書き消されたって僕は君に届くとしている。すごい、あんなさ間違えずにさいつもやってるのすごいよね、しっかり。そのうちじゃなくて今すぐがいいの大人。
大人ブルーやりたいんだけど。いいなあ。んな個性のあるダンスをさ、面白おかしく綺麗に踊れるってすごい楽しそう。見てみたい。そう、あの大人ブルーのファーストテイクを私も見たんですよ。感動しました。歌うますぎると思ったし、あんなにあのふざけと芸術と完璧さ、あのしっかりもう作り上げられたあのファーストテイク見て感動したんですよ。かっこいいって思って、素敵。みんなもみんなも見たことなかったら見てみてくださいなんかあんなにふざけてるのにしっかり元に戻ってくるところがすごい綺麗。そうそう、ああそう、なんか真面目が奥底にあるのが分かるのがいい品の良さと、でもふざけてるのがなんかいいんですよね。もうすぐ1時間経つ。ボーン、ボーン。あーめんどくさい、シャンプー買いに行かないと。めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。このマッチさ、ちょっと一本さ、開けてみようかな。開けてもいい？ドン・キホーテには行かないよ。どう思う？飽きた方がいい人。飽きてみたら？うん、やめなさい、あなた。火遊びしちゃいけないって習わなかったの？はい、どっちですか？
やめておきなさい。開けてみたらマッチって使うために売られてるんだから。はい、どっちでしょう。うおー、すごい半々に分かれてる。でもちょっと気になる存在。ちょっとやめときます。私はこれを使うものではなく鑑賞用として置いておきたいと思います。私小学生の時マッチするのめっちゃ好きで、焼肉屋さんとかに行ったらなんかマッチが置いてあって、でその焼肉屋さんでもらってきたマッチとかをトイレで吸ってすぐヒュッて消して遊んでました。シュッシュッすってすって。トイレにふって捨ててた。いや、怒られませんでした。バレなかったから正解です。あれ、なんか焦げ臭いみたいな言われたけど、なんでトイレが焦げ臭いのとか言ってトイレが焦げ臭いわけないやんみたいな、おかしいおかしいってなって、言ってましたね。はい、じゃあ1時間経ったということなので今日はこの辺で編集じゃない配信終わりたいと思います。13位レサイズハートさん、12位ズーミーさん、11位ダースさん、10位ソリオさん、9位ブンさん、8位ユサナコさん、7位ツノさん、6位ウミガメさん、5位、カタカナのタカさん、4位カントチャートさん、3位シロフクロウさん、2位クジマサさん、あ、変わりましたね。どこからかな。13位リサイズハートさん、12位ズーミンさん、11位ダースーさん、10位ソリオさん、9位ブンさん、8位ユサナコさん、7位ツノさん、6位ウミガメさん、5位カタカナのタカさん、4位シロフクロウさん、3位クジマサさん、2位キヨさん、そして1位はカントチャートさんでした。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。みんなも明日の一日がいい一日になりますようにと願っております。私はもう眠すぎて眠いです。おやすみなさい。おやすみなさい。